はい、今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は姫路の、人気のパン屋さんのご紹介です。今年5周年を迎えましたトランジスタベーカリーさんです。はい、ではトランジスタベーカリーさんにお邪魔してみましょう。ではまずこちら入り口に入るとご主人がお出迎えしてくれました。とっても明るくて気さくなご主人です。はい、店内にこちら美味しいパンがたくさん並んでおります。まあ、どれも美味しいのでおすすめです。個人的にはあんバター、まあ、クリームパンなど甘い系が好きなのでそちらをいつも買います。そして、ハード系のパンもとっても人気です。その他にも、まあ、日替わりでいろんな種類のパンがあります。トランジスタベーカリーさんで、おすすめの商品、山口の、周防大島町、こちらの、大きくて立派なレモンを使用したチーズケーキです。こちら、皮もすりおろして使用しております。そして砂糖はほんの少しだけ。そしてチーズをたっぷりと入れた美味しいチーズケーキです。はい、ご主人が作っております、おしゃれなお惣菜です。レバーペースト、そしてコーンスープ、クスクスのサラダ、鶏の、トマトクリーム煮、エビとキノコのアヒージョなど、とってもおしゃれなお惣菜が売っております。トランジスタベーカリーさん営業日が金曜日土曜日となっております。で、パンが売り切れ次第終了です。トランジスタベーカリーさん、インスタグラム、フェイスブックなど、しておりますのでそちらの方のチェックもよろしくお願いします。では皆さんご視聴ありがとうございます。バイバーイ。